赤星マシマシTV オンエアということで、ね、オンエア始まりましたいい声で、ねラーメン藤丸明治通り都電梶原店ということで、はい、2回目の方を見てください。行きました僕は。あ、ですよね、はい、一緒に行きました。ご存知の通り最寄り駅が4つございます、ね、過去に作った、ね、この地図自分で作りました、前のやつをねさらにそう、はい、再利用ですね、はい店名にもあるより梶原駅だと徒歩3分お近い。そして同じ都電荒川線、荒川車庫前駅からだと4分で着きます。おアクセスいいですね。そうなんです。さらに、高崎線宇都宮線奥駅からだと8分でめちゃめちゃいいなアクセス。そうなんです。前こっからかな。あ、そうで京浜東北線使う方は上中里駅からも歩けますよ。あ4つの駅から。そうなんですよ、いいね。ただこの高崎線の線路をすごい塔みたいなとこ渡ることになるけどね。ああ、つまり通った そうそう、ね、ちょっとそれも面白かったりする、うん、で藤丸なんだけども、先に食券買ってこの日はなんと並びがゼロ。え、並びゼロ藤丸で。はい、ここは3軒ある藤丸兄弟の中でも最も並びやすい。おお、なるほど。で10月1日から増税により以下のように、値段が変更になりました。こちらです。なるほど。はい、藤丸ラーメンは850から900、国産豚麺1150から1300、ゆで卵80円、豚ガス40円ということで、ビールだけですね450円のままなんですが、はい、これまでついてたおつまみが配信になります。あー、なるほど、そういうことですか、はい、ということでね、こちらが国産豚麺1300円でも選択しちゃうよということでね、やっぱ食べたければいっちゃうよということなんですが、なんとネギが始まってます。ネギ始まってると。これまでなかったんです。ほうほうほう、はい、で半分にしてもとんでもない量なんで、3分の1とかもなんかもしかしたら、まあ、推奨としてはどなたですか。これはですね、藤丸が大好きな、知り合いの親子です。あ、本当の親子ですか。本当の親子です。本物の親子、同席しております。なるほど、パパ活とかではございません。すごいね、これは本物親子はね、一緒に卓上で食べております。その前で、そうなんです。1枚目の国産豚いっちゃいましょう。こちらがね、薄豚だったんですが、とてつもない醤油しみこでうまい。そして2枚目はコラーゲンたっぷりの脂部分がブリンブリンな豚でカメラに向かっても食いにという。まあね、ダイナミックにしますけども。3枚目はガチゴチのですね。同じパターンでしたけど。本当にダイナミズム溢れておりますが。ダイナミズム。そしてね、やはりこの豚かす入り油ですね。ああ、もうね、藤丸だとおなじみの。そうなんです。直でしかも。直でいきます。まずはね、だね、豚かすというのがね、本当にほぐし豚みたいな。まあ、だからチャーシューと言える豚が入っているんで、あ、じゃあ豚からのチャーシューで今は。そう、豚からのチャーシュー、豚からのチャーシュー、豚で。あ、そうですね、うん、で野菜の上にもね油乗ってますんで、うん、非常にこってりしてますが、クタ野菜なんですけども、まあ、藤丸三兄弟の中では一番のシャキ。あ、そうなんですか。ありがとうございます、ね、油につけてね、豚かす野菜作っていきますね。つけて作っていきますが、つけてないですね、ちょっとつけてなかったでしょ今。つけてなかったかな。つけてなかったね。今回つけてる、ね、今回つけてます。つけてる、はい、液体油は少なめなんで、ショップ油をねお茶漬けみたいに食べてますけどもね、もう書き込んでます。はい、麺少なめ半分にすると生卵、野菜、豚かすがこれ油サービスになるんで、ぜひやってみてください。そしてもう4つ目来ちゃいましたね、鶏の胸肉みたいにね、健康ギュチ豚でございました。健康ギュチ豚、健康ギュチ豚でございました。鶏みたいだし、しかも、どんどんいきますよ。麺はね、これ見てください、これ350とは思えないですよ、これね。絡み具合がすごい、なんかすごいですね、これね。なんか蓋持ち上げたみたいな感じだよね、重たい感じですね。うん、安定のごわつき度と両方、最強暴力麺ということでね、すごい暴力受けました、本当にもう。いや、暴力受けてないでしょ。すごい美味しかった、本当。すごいな、これ。やばいでしょ、これね。麺そのものに小麦感がある。わっしんわっしんの麺です。湯気もすごい立ってるしね。本当にね、もう、硬くはないが、ゼロでもない。バランスわっしん麺ということでね。バランスわっしん麺です。おっとっと、早送りになりましたが、食券渡すときにね、必ず麺量聞かれるんで、初めての方は半分、あるいは少なめ、これを強くおすすめいたします。いや、まあ、そうですね、これはね、皆さんが食べるかどうかわかんないですからね。そうよ、本当に。そしてスープですね、乳化系でも、藤丸の中では最も甘さよりも醤油感強めというのを押していきたい。あまり甘くないですよということですね。なるほど、はい、しかも超しょっぱい系ではないと思いますので、ライトな藤丸麺堪能可能ということで。あ、じゃあまず行くのにいいですね。まあまあそういうことよ、そういうことそういうこと。で、ライトの時は私は卓上開始がありますが、はい、かけて、この卓上開始自体はしょっぱいです。これ自体はもう、これ5しか見てないよ。毎回5じゃない。いや、1も2もあります。俺たちだけ。そう、たまたまですね、ガラッと変わるんでね、本当にマイルドかなと思ったらこれかけてくださいね。で、レッドアルバに入ってる返し、これもね、相当辛めなんで、それをそのままこう
バーって入れてもいいけど、そうそう、あっちは若干液体油が入ってるんで、うん、苦手な方もいるかもしれませんね。なるほど。そしてニンニクですね、はい、ニンニク量すごいんですよ。ちょっとあんまり山盛りに見えないですけど、バラついちゃってるんで、はいはいはい、4回シャワーしてまして、4回シャワー、今回そのままいきません。ここにネギをね、おうぞ、いや、どうしたの、ブルブルブルってなっちゃったけどネギをね、入れていきましょう。さらにごまですね、白ごま、ごま、ネギ、ごま、美味しいですね、この組み合わせね。しゃぶしゃぶだったら絶対組み合わせますからね。しゃぶしゃぶもそうですね。そうですね、おっと、キー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 、ちょっとやってきますよ、今回も。画面なんだね、画面はちょっと古めの、古めの演出をしていきましたが、そしてブレンドだったかな、胡椒を、ああ、推測だけど、そう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 、かけていきまして、最後に少しスープをかけると出来上がれ、魅惑のごま、にんにく、ネギ、胡椒ね。ちょっと別の料理みたいになったけど、アレンジ加えて、うわ、謎の演出が多いな、さっきから。ネギとね、ニンニクの昆布混ざって香りがいいんで興奮しちゃったんですね。興奮しちゃったんですよ。興奮して画角を変えて、そう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 、まあね、ごわ麺とネギの辛さ、これがね、どちらもこう、なんだ、肩を並べる感じで負けないので相性がいいです。ほう、非常に相性がいい。さあ、そして現れました、炙り豚だ。まだあったの、青コーナーから出てまいりましたね、炙り豚が。青コーナーからね、やや薄めですが香ばしいということで、ねえ、80ポンドぐらいあるんじゃないですか。ねえ、まあ、よく言うから170センチ、80ポンド、ね、ごまねぎラー油だもんね、これ謎のかけ方。これもまたね、450円でビールを買う人の気持ち、わかります、これは。察しますお気持ち、ね、美味しいんでしょう。つまみとして僕の場合はね、ルカッと叫んでどかどか行ってね、レッドブルー流し込みたい。仕方ないっぱ、本当にね、やっぱそういう気持ちになっちゃうね。もうチキンじゃないけども、ブリーバックだと。ゲップもしませんけども、ごちそうさまでした。いやー、美味しかったな。これ見てください、もうこのステータスやばいでしょ。これは 92.1、 90いきますよ、本当に、クニーさんね、クニーさん、クニーさん、クニーさん、いやー、本当にね、フジマルはクニーさんで、まあ本当にそうですね、本当にそうです、本当にそうです。もう北区のアトラクションだよね、これね。東京都北区のアトラクション、こんだけ美味しく楽しめるんだから、もう、まあ、並んでるからね、普段はね。いや、そういうことよ、アトラクション、ね、アトラクション、もう本当暇だなと思ったら遊び行ってください、本当に皆さん。遊び行くって食べに行くだよ、ね、食べに行く、うん、だからもう本当に、だからさ、埼玉県民って、県民の日っていうのが11月にあるんだけど、はい、大体ディズニーランド行くの。ああ、そう、埼玉県民だけ休みだから、すくっと思って。ああ、なるほどね。他県はいけるんだ。そう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 。ところが、埼玉県民だけで混むという、ね、結果。みんな行っちゃうから、ね。そう。なので、どんだけ行くんだよ。どこ行くか。富士丸でしょう。富士丸なの。富士丸でしょう、そこは。わかりましたか、埼玉県の皆さん。別の遊園地でもいいんじゃないですか。ああ、いや、それはだって東武動物公園とかだってさ、いや、埼玉、埼玉県内だから、いや、県外、逆に混んじゃうから。なるほど。ねえ。ということで、皆さんもね、チャンスなんで行ってみてください。なるほど。ごちそうさまでございます。Thank you.